見事だユキコ、そしてシズノ。ああ、確かに勝利したのはお前たちだ。実にあっぱれな単価だった。あとは我々に任せて。どうやら頭の霧も少しは晴れたか、ファンチンは。ならば初対面の人しかもし名乗っているのか。私はクリームヒルト・レーベンシュタイン。知った者からはヘルヘイムなどと呼ばれている。そしてこちらは天笠正彦。なるほど、お前が第四の路線と。どうして豪気な男らしい。俺やそこの女がここにいるのは幾分かお前のおかげなのだと聞いている。ゆえに礼を言わせてもらおう。して早々俺好みのものを見させてもらう。いいな、この時代にも人の勇気は枯れ切っておらんようで。結構結構、足を運んだ甲斐がある。策とやらを生んだのがお前だ。遠慮せずに俺の感謝を受けるな。状況は理解したかな。ならば早々申し訳ない。お前には信頼がある。理由の説明は必要はない。ロダンフラの戦争だから、ずっと手を出せなかったのは丸裸だという根拠を見逃す手はない。万戦時なるほど、先導の極技だった。文字通りの羽化当選というわけか。いやいや、全く面白い。お前はお前でパライゾを求めるわけ。実に見上げた愛のはず、人間参加の形だ。その計り知れない普遍性、俺は尊敬の念を禁じよう。そう、お前の勇気は素晴らしい。故に当然俺と戦う覚悟もあるのだ。
殴るか殴り返せ、共に踊る喜びも一度は経験してみると、存外と病みつきになるかもしれんだろうな、アヘンブルがどうしよう。というわけで、真打ち登場ということ。